ア様、マレウス様のお姿が見えないのです。うるさいセブク、大声を出すな。シルバーの言う通りじゃ。わしの耳はまだそこまで遠くなっとらんわ。失礼しました。昨日の騒動を受け、マレウス様に何かあってはいけないと思い、領内の見回りを強化していたのですが、先ほどマレウス様のお部屋に伺ったところ、お姿がなく。どうやらセベクは10分おきにマレウス様の部屋を見回っていたようで、逆にご負担を与えるからほどほどにしろと止めたのですが。なんだとシルバー、もし再び敵襲があり、マレウス様が狙われたらどうするつもりだ。落ち着けセベク、昨日も説明したが、嘆きの島の番人は我らの敵ではない。奴らは誰の敵でもない代わりに誰の味方でもないんじゃ。生きとし生けるもの全てに平等であり、無慈悲な奴らとも言える。セベク、親父殿もこう言っている。不必要に気を張りすぎると本当に必要な時に動けなくなるぞ。そんなことはお前に言われずとも分かっている。だが僕はマレウス様の護衛を任された者の責任として。そう心配せずとも、あやつなら気まぐれに夜の散歩に出ただけじゃろう。行き先には心当たりがある。様子を見てくるゆえ、お前たちは先に休むがよい。はっ。やはりここにおったか、マレウス。リリアか。どうした。お主が部屋からいなくなったとセベクが騒いでおってな、探しに来たのだ。ああ、なぜか昨日から10分おきに僕の部屋の前へ現れるものだから気になってしまって。はっはっは。あやつは声もでかいが気配も騒がしいからな。少し一人になりたくてここへ来た。ここは入学して以来お主のお気に入りの秘密基地じゃったからの。そうだな。人の子が現れてからはそうもいかなくなったが、あいつがここに住み着き、最初は残念に思った。僕は廃墟が好きだ。崩れた壁に這うつた、割れた窓から忍び込む風、人々に忘れ去られた場所の孤独で静かな空気は僕を落ち着かせてくれる。歴史に置き去りにされるのは僕らだけではないのだと。でもなぜだろうな。人の子たちがいなくなり、活気が失せたこの場所を歩いていると、茨の棘が肌を擦るような不快感がある。僕が気に入っていた廃墟の姿へ戻ったはずなのに。マレウス、マレウスよ、上を見てみるがよい。天井にすごい大穴が開いているな。違う、その先じゃ。天空を見上げてみよう。この上なく美しく星が並んでおるじゃろ。ああして星が一直線に並ぶのは古来より吉兆とされ、今日は18年ぶりに、いや100年だったかな、やっぱ300年ぶりじゃったかも。ともかく久しぶりのことじゃ。つまり人の子らは何度も見られるものではないということだな。うむ。じゃがお主は長い生の中で何度もこれと同じ星の並びを見ることになる。次に星々が整列するまでにはきっと世界は大きく変化を遂げているはずじゃ。お主はそれを受け入れていかねばならぬ。わかるか。わかっているさ。だからこそこの学園に入学した。よいかマリウス、今日この場所で感じた痛みを決して忘れるな。その痛みはお主がこの先長い時を生きていく上でなくしてはならぬものじゃ。心に留めておこう。良い子じゃ。さあ今は皆が無事に日常へ戻れるようあの星に祈ろう。そうだなリリア。わしも幾度となくあの星に願いをかけてきたが、これが最後かもしれん。え？